こんにちは。今日は金曜日なのでコンビニの新商品を食べます。それではいただきます。まずはじめにファミリーマートカフェショコラを食べます。カップを取り外すとこんな感じです。横から見るとこんな感じです。はい、では食べてみたいと思います。一気に下まですくって、うん、おいしい。まずね、コーヒー入りのココアパウダーはコーヒーの味が強くてほろ苦いです。チョコホイップはね、ふわほろっとした感じで口どけがよく、ほんのりチョコの風味かつミルキーな味わい。ホイップの下のチョコムースはぽってりしていて濃厚です。その下からチョコソースが入ってるんですけど、とろっとしていてビターですね。コーヒーシロップを染み込ませたココアスポンジはほんのり洋酒の風味がして、たっぷりシロップが染み込んでるからシャバシャバ系です。コーヒーの風味はしっかり感じるけど、苦味は控えめかな。コーヒーとチョコレートどっちの味もするんだけど、圧倒的にチョコレートの味のが強いですね。次はくるみマカロンパイを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。なんかミートパイのような、あんまりビジュアルは素敵ではないんだけど、問題は味だからね。味は美味しい。なんかもうお菓子みたいな感じ。パイ生地はね、さっくりしてるんだけど、これなんだろうね、中がちょっと詰まってるというか、膨らみきれなかったパイの実みたいな、そんな感じかな。でね、このくるみ入りマカロンが見た目に反してすごい美味しいですね。でもマカロン生地要素はほぼゼロかな。甘くってくるみの香ばしさがよくザクザクしてます。パイ生地自体には甘さがないんだけど、このね、テカテカしてる部分は甘いです。ちょっとこれ個人的に焼きたいので、トースターで 1,2 分焼き直してきます。はい、焼いてきました。食べてみます。おいしい。パイ生地はよりサクサクになって、くるみ入りマカロン生地も香ばしさとザクザク感が増しました。ほんとこの上がおいしいんだよね。次はチーズケーキデニッシュを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。中チーズケーキフィリングだけど、個人的にはこれも焼きたいな。まずはそのまま食べてみます。これはね、王道な美味しさって感じ。デニッシュ生地はね、ややしっとりしていて、歯切れがよく塩気を感じます。チーズケーキフィリングはねっとり固めで、ほんのりとした酸味と程よい甘みを感じますね。このね、しっとり系のデニッシュもすごい美味しいんだけど、個人的にやっぱりサクサクの方が好きなので、これもね、リベイクしてきます。はい、焼いてきました。まあこれは完全に好みだけどね、私はこのサクサクの方が好きです。まあこの焼いたことによってね、さらにデニッシュがね軽く感じる。でね、チーズケーキフィリングも柔らかくなってより滑らかですね。次はセブンイレブンマカロンあまおういちご&ピスタチオを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。わー、美味しそう。中のクリームたっぷりです。まずはあまおういちごから。
美味しい。生地の表面めちゃくちゃさっくり、そしてほろっとしてる。でね、中の生地はしっとりねっちりしてますね。クリームは固めなんだけど、口どけは吸ってよくて、いちごっていうかラズベリーの風味がするかな。甘酸っぱくて美味しいです。ほんと表面がサクサクだ。次ピスタチオ食べます。まあこれ多分個体差があるだけだと思うんですけど、ピスタチオの方が表面サクサクってよりは軽いサクって感じでね、中のクリームのピスタチオの風味がとってもいいです。このサクねっとり加減がたまらない。このマカロン美味しい。次はローソンティラミスモンブランを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。では食べてみます。うわ大人、美味しい。なんかねめちゃくちゃ香りがいいの。まずね、たっぷりかかってるココアパウダーをほろ苦くって、ティラミスクリームはぽってりしていて、まろやかで優しいチーズの風味とクリーミーさが楽しめます。でね、隠し味にワインが入ってるからか、ワインそのものの味はしないんだけど、ほんと香りがよくって、大人が大好きなスイーツって感じ。でね、説明には書いてないんだけど、ティラミスクリームの下にコーヒーホイップみたいのもあるのかな。真ん中にはコーヒーチョコガナッシュが入っていて、ねっとり濃厚で苦味をしっかり感じます。一番下のチョコスポンジはしっとりふんわりしてて、フィアンティーヌが入ってるからサクサクパリパリとした食感がいいアクセントになってます。次はカフェモカドラモッチを食べます。袋から出すとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。いや美味しい。生地はね、甘くて香ばしくて、しっとりもっちりむっちりとしたタイプです。でね、コーヒークリームがやや固めなんだけど、口どけ滑らか。コーヒーの味はするけど、ミルキーでとってもまろやか。甘くしたウインナーコーヒーを混ぜて、上澄みを飲んでいるような、そんな感じの味のクリームです。真ん中のチョコクリームは、ビターで芳醇なチョコの風味が良く、こっちも固めだけど、口どけはいいですね。やっぱりドラモッチは外れがないですね。美味しいです。最後ダブルホイップデニッシュを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。カスタードホイップ、ホイップクリームじゃなくてカスタードホイップ、ホイップクリーム炊いてるんだ。まずはホイップクリームの方から。いや、いいね。ザ・菓子パンって感じ。まずね、生地は塩気があって、表面はややさっくり、食べ応えがある生地かと思いきや、中はしっとりしていて歯切れがいいです。そしてホイップクリームは油脂感たっぷりなんだけど、富士屋のミルキーみたいな味がする。今度カスタードホイップの方食べます。カスタードホイップはね、ミルキーでまろやかな味です。クリームだけ取ったらね、結構甘い気がするんだけど、生地の塩気とのバランスがね、とってもいいですね。でね、中のホイップたちかなりたっぷり入ってます。パン生地自体は軽いんだけど、食べ応えがありますね。
ごちそうさまでした。ローソン、ファミリーマート、セブンイレブンの商品美味しかったです。中でもね、私がまたリピしたいなと思ったのは、セブンイレブンのマカロン、アマオイチゴ&ピスタチオです。あのクオリティのマカロンをね、1個100円で食べれるのはすごいと思う。あとローソンのコーヒー2つも美味しかったです。皆様もぜひ気になる商品からお試しください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。さよなら。食った幸せバター味を食べます。わ、香りがね、バターとね、甘っぽい香りがする。確かに甘じょっぱいけど、香りほどね、甘は強くないかな。で、バターの風味がふわって広がって、若干とろみがあるかな。でね、じゃがいもも入ってます。ホクホクする。あ、コクがあって美味しいけど、好みは分かれるかもしれないね。麺はね、中太の縮れ麺です。うん、もっちりタイプ。まあ、麺とスープめっちゃ合うって感じはしないけど、このスープとね、じゃがいもは超合うね。豚がベースになっていて、ちゃんとね、蜂蜜パウダー、ナチュラルチーズ、パセリとかも入ってて、うん。まあ、でも普通かな。うん、じゃがいもが美味しい。